あ、カメラ用、あ、いいですね。ちょっと間に合わなさそう。かぶってるの、こっちだね。間に合った、間に合った。ユーストリーム、YouTube のこの画面では、はい、ちゃんと見えてるのね。髪の毛、あ、ちょっとなんか、ちょっとブレでしょ。あ、耳。結構最初の辺で、ね。耳やります？なんか部活の顧問みたいですね。耳。パンパンでいいですよ。はい。大丈夫ですか？あ、いいね。おー、コマーシャル？はい。ギノワン JCG タイム。こんにちは、宜野湾 TCG タイムの時間です。この時間は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りいたします。本日のお相手は地域活動応援係の尾永恵美香です。宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りします。皆様最後までお付き合いください。私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、 TCG の人と人がつながる優しい町宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉の推進を行っています。はい、よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスが797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、 そして、FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで、そしてサイマル放送でネット配信を行っております。サイマル放送はですね、この音楽とともにラジオを聞くことができます。パソコンでは FM ギノワンのホームページ、そして、アプリリスラジオ、リスラジオをダウンロードしていただければ、お手持ちのスマホでもこのラジオを聞くことができますので、皆さんご視聴しやすい環境でぜひこのラジオを楽しんでいただければと思います。お気軽に参加してくださいね。はい、じゃあそれでは幸せをつなぐギノワン TCG タイム始まります。でも緊張ほぐれました今ので。お、お、じゃあもう見ない原稿は。見ます。じゃあ最初は自己紹介ですか。はい、自己紹介から。自己紹介。はい、振ったらですよね。はい、はい、私が。美香さんが振って。なんて言うんですか。ん？あ、ふくふくトークの時間です。後に、ふくふくトークの時間ですって言った後に、今回のテーマは町に行こうについてですって言った後にゲストの紹介するので、その時に自己紹介お願いします。はい、はい、この順番でいきます、はい、ふくふくトーク。9月5日宜野湾 TCG タイム始まりました。はい、この番組すみません、噛みまくりですね。大丈夫です。はい、この番組では宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしています。うん、さてこの時間はふくふくトークになります。お、この時間は宜野湾市の福祉や地域活動についてお伝えしていきます。はい、で今回のテーマはですね、街でにっこり挨拶声かけ運動、通称街にこ運動っていうんですけれども、うん、そちらの強化月間をテーマに
お送りしたいと思いますので、はい、ゲストの方を紹介したいと思います。お、はい、どうぞ。はい、リスナーの皆さんこんにちは、はい、町にこ委員長の中村和也と申します。よろしくお願いします、はいはい、中村さんよろしくお願いします。そして、はい、宜野湾市役所福祉総務課の中間理子と申します。よろしくお願いします。お願いします、はい、中間さんよろしくお願いします。そして、はい、同じく、宜野湾市役所福祉総務課から、来ました、大島優希と申します。よろしくお願いします。はい、大島さんですね、よろしくお願いします。さあ、ちょっとね本編入る前に、はい、コメント来てますよ、大塚健二さん、埼玉からツイキャスで見ていますということで、ぜひ、この方町にこう去年かな聞いて、はい、ぜひ地元に持ち帰りたいという埼玉に、ありがとうございます、はい、ぜひぜひね、はい、真似してください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行きますか。はい、行きますか、お腹さん。はい、はい、はい、行きますか。ふくふくトーク、ふくふくトークの時間ですが、はい、今日は町にこ運動ということですね。はい、うん、そうですね、はい。何ですか。ダメですね、緊張してますね。じゃあですね、ちょっとね、はい、僕は、はい、まあ、町にこよく知ってるんですが、はい、まあ、パッと聞きでね、わからない方も多いと思うので、はい、まずはその概要、はい、町にこ運動の概要、そして、はい、9月の強化月間の内容、はい、教えていただきたいんですが、はい、これは大島さんお願いします。お願いします。はい、町にこ運動なんですが、正式にはですね、町でにっこり挨拶声かけ運動と言います、はい、なるほど、それを略して、はい、町にこ運動、はい、なるほど、キャッチーですね、はい、覚えやすい、覚えやすいですね、はい、略してます。はい、この運動はですね、はい、平成20年から始まっていてですね、宜野湾市に、地域福祉計画というのがございまして、はい、その目標がですね、はい、注意指示の心で作る人と人がつながる優しい町宜野湾の、を作るための、活動の一環として始まりました。はい、はい、宜野湾市とですね、宜野湾市社会福祉協議会さん、はいはいはい、と、協力して、活動を推進していまして、うん、はい、で、市内のすいませんね、目的がですね、はい、この地域住民が顔見知りとなり、うん、気軽に声を掛け合い、はい、助け合うことができる地域づくりを目指しておりまして、運動に賛同していただく、市民の方や企業団体を中心に、はい、挨拶声掛け広め隊として、任命して運動の普及に取り組んでおります。お、はい、なるほど、この、まあ挨拶することによって、はい、この地域がどんな風になっていくのが理想というか、そういった、まあ、目的ですね、うん、うんうん、どんな感じになっていくんですかね。そうですね、はい、やっぱりこの、まあ、今まあ核家族化とか、はいはいはい、いろいろこう地域が、はい、関わりが薄くなっているっていうところで、確かに、まずはこの挨拶っていうのは、うん、まあ、誰でもできる、はい、活動なので、この挨拶を通してですね、はい、まずは顔見知りになろうということで、はいはいはい、でそこで、まあ顔見知りになっていたら、うん、まあ、困ったことを、まあ、助け合ったりですとか、はいはいはい、まあ、と確かにね、相手が、はい、いたりね、例えば、声かけ事案なんつうのもね、うん、あるし、いろいろとね、はい、犯罪の抑止にもつながるのかなって、うん、そうですね、見守りにもつながります。そうそう、話聞いてて思ったんですけども、はい、今のご時世ちょっとね、はい、挨拶声かけたらまたね、それが変な風になっちゃったりもしますので、うん、はい、顔見知りになるというのは大事なことということですね、うん、そうですね、はい、実際にどんな、運動というか活動しているんですか。ですね、まずですね、はい、町にこう推進委員さんというものをですね、はいはいはい、本日来ていただいている中村委員長が、はい、所属している、はい、青少年健全育成協議会などの市内の団体の方からですね、はい、町にこう推進委員ということで、はい、この活動を推進していただいて、はい、で基本的にはこの町にこバッジっていう、この、まあ、皆さん今日つけていただいてるんですけど、
はいはい、このマッチにこう、うん、バッジを着用、はい、まあ、していただいて、この挨拶声かけの意識を高めてもらうっていうものを、はい、まず運動のですね、はいはい、こうメインの部分でやっていただいていて、はい、まあ、その他にですね、はい、市内の小学校1年生 の、はい、皆さんにこのちびっこ広めたいということで、はい、町にここのバッジじゃなくてシールをですね、はい、配ってこのランドセルに貼ってもらって、はい、子どもたちから、挨拶声かけに取り組んでもらうっていう活動を展開しています、うん、なるほど、はい、先日大蛇の小学校で中村さんと会いましたね。はい、そうですね。はいはい。その時、それが任命式。そうですね。うん、任命式ですね。はい。はい、小学校1年生の子たちに任命して、はい、広めたいですか、じゃあ、あれは。そうですね。広めたいんですね。はい、というのを、はい、やってましたね。すごいいい、はい、取り組みだなと思いましたが。はい、じゃあもう次行っていいですか。はい。大丈夫、はい、町にこ委員会での活動を通しての感想、中村委員長。はい、はいはい、ありがとうございます。お願いします。まずですね、はい、子どもたちの笑顔に触れる機会が増えましたね。お、はい、もう私自身個人的にももう本当満足してます。はい、挨拶はおはようからお休みまであるわけですが、はい、私がですね、はい、新1年生に、はい、シールを贈呈するときにですね、はい、強調していると言いますか、この子たちにですね、はい、実践として続けてほしいという、はい、挨拶があるんですね。それはですね、はい、毎回同じことを言うんですが、はい、行ってきますと、うちを出るときに行ってきますと、はい、うちの方に お父さんお母さん、うちの方に、家族の方にですね、行ってきますと言うんですね。で、行くことは大事なんですけど、はい、帰ってくる来ますがもっと大事なんだよということを伝えるわけです、子どもたちに。はいはいはい、そうしましたら、はい、まあ、大人のですね、はい、職員の皆様も、うん、終わった後にですね、はい、目から鱗でしたということでした。何気なく使ってますよね我々、はい、行ってきますと、うん、ただ行ってきますって言ってるだけでですね、はい、来ることをうちの人に、まあ心を込めてですね、伝えてるかどうかですよね。ちゃんと帰ってくるよっていうのも伝えるっていうことですよね。はいはい、そして、はい、うちで留守を預かる方はですね、うん、行っていらっしゃいと、行ってきなさいと、うん、また帰ってきてよっていうと、はいはいはい、それを子供たちにですね、はい、伝えてるんですよ、毎回同じことを。はいはい、これはやっぱ意識してほしいですね。はい、確かに王者の小学校の時も中村さん言ってました。はいはい、これは毎回、はい、子どもたちに伝えてます、はいはい、行ってきますと、来ることが大事なんだよと、はいはい、あの時も挨拶中村さんしていらっしゃいましたが、はいはいはい、そのなんていうんですかね、こう帰ってくる確かに笑顔とかもあって、すごくこう朝から元気もらえますよね。そうですね、はい、これが一番ですね、挨拶運動の醍醐味ですね。はい、はいはいはい、はい、他に何かこの良かったとかそういったエピソードとかありますか、中村委員長。はい、まあ、学校名出していいと思うんですが、うん、良い取り組みですので、はい、大蛇な小学校でですね、うん、挨拶カードというのを、挨拶の上手な、児童にですね、挨拶カードを配ってるんですね。はい、そうしましたら、まあ、カード欲しいですよね、子供はね。欲しい、キャラクターでも何でも欲しいですよね。はいはい、で挨拶カードをもらえるということで、はいはい、かなり普及したそうです。この挨拶カードが欲しくてですね、これは、まあ、ただのきっかけなんですけども、はい、欲しくて挨拶が上手になったということを、うん、おっしゃってましたね。はい、すごい、あ、工夫ですよね、はい、児童会の工夫です。はい、どうですか、はい、尾長由香さん、これ聞いてそうですね、すごいですね。はい、でも街を歩いてる小学生とか見ると、はいはいはい、ランドセルに町にこシールがついてたりとか、はい、結構小学校に福祉教育で行ったりするときに、うん、町にこバッチ見て、あ、これ見たことあるとか、大玉区に貼られてるやつだよねとかいう子がいるので、うん、結構宜野湾市の子どもたちっていうのをこの活動結構周知とか普及、はい、されてるのかなっていう、あ、結構じゃあ、はい、はい、普及されてる感じがしますけど、 そうですね、その辺はね、はい、大島さんどうですか、はい、普及されてる、はい、結構、結構ね、そうですね、もう職員多くの、はい、まあ、市でも多くの職員が着用していただいてますし、確かに、またこの、
以前ですね来庁されてたお客さんがですね、はいはい、僕たまたまこう通りすがっただけなんですけど、はいはい、この職員さんがバッジつけてるのを見て、はいはい、あ私もつけたいみたいな話をしてるあの市民の方もいらっしゃったので、はい、だんだんと普及しているなというのは、はい、実感してます。そうですね、はい、私はあの車にも貼ってますね。ステッカーシール貼ってですね、すもう院長鏡ですね、沖縄全島走ってますから、はい、見かけたらじゃ中村院長、はい、そうですね楽しいですね。でもこういうバッジ本当いいですよね、あの、はい、見たらこう、はい、挨拶じゃあしようかなとかねなると思いますので。可愛いですもんね。可愛いですよね、色も黄色で、うん、はい、私はあの、ね、思うんですけどもね、うん、こういう、はい、四角から入るじゃないですか、はい、黄色いバッジが、うんうんうん、でシールが、はい、で街が一つになっているという意識ですね、うんうん、はい、そうするとあこの街は防犯意識も高いんじゃないかとか、そっちの方向にも行くような気がしてですね、うんうん、あのとても、はい、あの貴重な取り組みだと思いますね、はい、うん、なるほど、ね、はい、いいですね、はい、それではですねちょっとここで、はい、リクエスト曲をかけたいんですが、これは、はい、中村院長のリクエストでございます、はいはい、ありがとうございます、はい、では曲紹介お願いできますか。お願いします。私は、はい、あ、お願いします。ですね、これはですね、はい、あの歌詞がですね、はい、じんとくるんですよ。じんとくる、はい、我は行く心の命ずるままにと、お、はい、もうあの、はい、なんですかね、自分の指針にしたいですね。なるほど、心の命ずるままに今日 FM 来ました。お、はい、すいません盛り上がらなくていや盛り上がってますよ多分今日一ね、はい、それではかけましょうね早速、はい、谷村新司でスバルでございます、はい、大丈夫ですか？うん、顔が死にまっかだな。お緊張してるとっても。はい、この曲ちょっと下げて、はい、この大塚健さんのコメント紹介しますので、はい、でその後すいませんもうお待たせして、中間さん、はい、周知事項とかですね、はい、行ってもらいつつ、はい、その地域コーディネーターとしてこの町にこと関わってどんなことしてますかみたいなことも聞きますので。で、あと評価結果についてあの承知しますね。合わせです。さすが。すごい、すごい聞いてる。僕が忘れてるのがまたどんどん入ってきていいんだ。あ、いいんですか？全然いい。あ、わかりました。さっきの大島さんのあれも大丈夫だったかな？はい。大丈夫ですか？なんか言い足りないのがあれば言ってくださいよ。あ、大丈夫です。むしろあのまた聞かれたみたいな。さあお送りしているのは中村院長のリクエストでございます、谷村新司スバルをバックグラウンドミュージックにしながら、はい、はい、いい感じですね、いい感じですね、はい、またねちょっと街にこう運動についていろいろとお話ししていきたいんですが、はい、大塚健二さんからコメント来ております。街にこバッジ先日プレゼントしていただき、町内会長に話しました。バッジ制作までには至らなかったですが、はい、いつか形にしたいと思っておりますとのことです。すごい、ありがとうございます。実際にプレゼントして、はい、私を呼んでくださいね。いいですね、はい、で挨拶、人との基本中の基本だと思っています、はい、朝の歩きの時は知らない人でもおはようございますと声をかけたりしてもらったりできるのになということで、挨拶に限らず大人が子供に見せ続けることが大切だと思いますとのことです。そうですね、そうですね、やっぱりこの挨拶っていうのはやっぱり大事で、本当に顔見知りになるし笑顔でニコってやるだけでもやっぱいいのかなと、印象が全然違いますもんね、うん、違いますもんね、はい、関係性ができたりとか挨拶一つで本当です、小長さんの言う通りだと思います。そうですね、はい。さあ、ですね、はい、9月の強化月間について、はい、中間さん、あ、はい、お願いします、
はい、9月は街でにっこり挨拶声かけ運動の、はい、強化月間となっております。9月が、はいはいはい、期間はもうそのまま9月1日から9月30日、はい、日なんですけども。どうしたんですか、はい、日々挨拶をすることは はい、当たり前のことなんですけれども、はい、で毎月25日は街ニコデーといって、はい、皆さんに普及もしてるんですけれど、さらなる活動の普及を目指して、はい、9月を街ニコ強化月間と設定しています。ほうほうほう、はい、でどんな取り組みをしているかというと、うん、はい、各団体企業で取り組みをしてもらってるんですけれども、はい、いつもより以上に意識をしてもらって、はい、登下校の児童生徒の、はい、見守りに合わせて声かけ挨拶運動をしていただいています。お、はいはい、で地域の自治会の方、はい、自治会の方や、はい、またその商店街この企業 の、はいはい、の広報活動も、はい、していただいています。はいはい、でホームページなどでも広報をしています、うん、はい、おー、なるほど、はい、他にありますか。そうですね、うん、市役所で、はい、9月4日 の、 はい、月曜日から9月14日の金曜日まで、はい、市役所ロビーで、はい、街ニコ運動 の、はい、パネル展をしています。うーん、はい、どんなパネル展ですか。そうですね、写真とかです。写真とかこれまで の、 はい、運動を、はい、している写真も載せていたり、はい、町にこ、あ、うん、今月の町にこさんといってこの町にこ広めたい団体企業を毎月25日に、はい、取材をして、はい、役所のホームページに載せてるんですけれど、はい、その団体さん の、 はい、一覧などを、パネル展で紹介しています。はい、で、はい、でこ の、 パネルはですね、8月から、はい、福祉援助実習生、社会福祉士などを目指す、はい、社会福祉援助実習生が、はい、市役所の福祉総務課や、うんうん、宜野湾市社会福祉協議会で、はい、学生さんを受け入れているんですけれども、うんうん、その実習生を中心に、はい、作成をしたパネルとなっておりますので、はいはい、市役所にお立ち寄りの際には、はい、ぜひ見ていただきたいなと思っております。お、じゃあパネルを見たら街に行くのことが全てわかるっていう感じですか。はい、取り組みとか。そうですね、これまで の、 取り組みなどが、はいはいはい、圧縮して、はい、圧縮して凝縮して凝縮して見れると思いますので、はい、はい、すごい、ぜひ見に来てください。はい、見に来てください。はい、もう一度この、はい、なんていうんですかね、日程お伝えしましょうか。あ、はい、パネル展、パネル展の日程が9月4日の月曜日から9月14日の金曜日まで、はいはいはい、来週の金曜日かな、はい、そうですね、来週の金曜日まで、はいはいはい、1階ロビーで、1階ロビーで、はい、展示されておりますので。なるほど、はい、いいですね、ぜひぜひ見に行きますので、はい、あ、はい、お待ちしております。ありがとうございます。はい、福祉総務課の方にもぜひ。本当ですか、はい、本当に行きますよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中間さんの地域コーディネーターでこの街ニコ運動にこう関わっているということですが、はいはい、どうですか、関わってこの街ニコ運動。うん、うん、そうですね、うん、地域福祉コーディネーターとして、はい、なんですかね、社会、社会福祉協議会にも、はい、地域福祉コーディネーターの方が、はい、配置されていて、はい、行政の方にも今私一人なんですけど、はい、地域福祉コーディネーターを配置していて、はい、一緒にこの社協さんと、はい、行政で一緒に連携を取りやすくなるように、はい、私は配置されてるんですけれども、はいはい、そうですね、街にこう運動を、うん、以外でも、はいはい、いろんな関わりの中で、うん、はい、地域との、地域、はいはい、地域福祉コーディネーターの方ともこれからどんどん関わっていきたいなと思っておりますね。なるほど、はい、いいですね。すごい。それではもうお時間となってきましたが、お伝えすることまだありますか。あ、街ニコですか。はい、
まあ何でも。大丈夫ですか？でもあの今月の25日は、はい、あの町ニコデーになってますので、はいはいはい、またあの社協の方でも各企業さん、うん、団体さんでも、うん、あの挨拶運動とかあのいつもより積極的に取り組んでいただければなと思います、はいはいはい、でもう一点いいですか？町ニコとはまたあの別になるんですけれども、はい、社協で行っている福祉バス購入のためのチャリティーボーリングが9月いっぱいまでとなっております、はい、でチケット1枚1500円で2ゲーム代込み、靴代別で、うんはい、場所の方がギノワンボール、セントラル、町なとボールで行っていますので、はい、皆さんご協力引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、最後にですね、一言ずつちょっと町ニコ運動 PR できるかな、ごめんなさい本当に一言なんですがちょっと PR していただきたいなと思います、はい、じゃあ大島さんからお願いします。はい、ちょっといきなりで戸惑ってるんですけど、はい、先ほどのあの強化月間のところで、うんはい、あのパネル展のお話があったんですけど、はいはい、このまあ大学生の皆さんがですね、はい、あの手作りでこのパネルを作っていて、はい、中にあの町ニコのイラストと標語を交えたり、はい、あの4コマ漫画とかもあるので、はい、ぜひあのはい、はい、あの来ていただいてあの楽しんでいただければと思います。なるほど、はい、じゃあちょっと時間ないので中村院長最後に一言お願いします。町、はいはい、ニコに関わりますと寝ている時も笑顔です、はい、と言っても過言です。過言ではないです、ね、はい、過言です、寝てる時も笑顔になりますので皆さん、はい、ぜひ町、ニコ運動、参加していただきたいと思います。本日はありがとうございました。それでは最後に、はい、せーので、じゃあさよならでいきますか。はい、もういいんですか？いいですよ。はい、じゃあせーので、せーので、せーの、さよなら。